なたのハートにベネトレイト。どうもリベロです。今日もリベロチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。周りちょっと誰もいないのでマスク取らせてもらおうかな。本日2022年7月2日土曜日、明治安田生命 J1 リーグ第18節19節、清水エスパルス対横浜 F マリノスの試合でございます。そしてついにこの日がやってまいりました。我らが清水エスパルスクラブ創設30周年記念マッチ in 新国立競技場でございます。今千駄ヶ谷の駅から来まして、東京体育館の横を通って、国立競技場の方へ向かってるんですけども、いやーめちゃくちゃ暑いちょっとね危険な暑さですよ。ちょっと周りに人がいない時はマスクを極力外して喋らないようにしていこうと思うんですけども、今11時半ぐらいですかね。11時半ぐらいで全然まだまだ会場が16時なんで5時間ぐらいあるんですよね。それまで何しておくかって感じなんですけど、まあ、この記念マッチが発表された時からもうみんな楽しみにしてたお祭りみたいなもんなんでね、その会場までの時間をこの暑さで危険を感じない程度に楽しんでいこうと思うんですけども、実はねもう昨日ちょっとね僕下見に来まして、ちょっと映像を出すと思うんですけども、すでに昨日の時点で、国立競技場の前にエスパルスの選手たちの上りが飾られてたりしました。なびいてました。かっこよかったです。もう東京に住んでますんで、東京から愛知に遠征するという立場なんですけども、今回は東京だけど愛する静岡のチームがここでホームゲームを行うということで、いやちょっと泣きそうですよ。感慨深いです。すでにストアとかも昨日の時点から準備が始まってて、せっかくだからちょっと一周回ってみましょうかね、国立競技場の周りを。リベロチャンネル。パペパル様もちょっとね、これ以上上に行くとこの銅像の方がセンシティブな格好されてるのであまり上を向けられないんですけど、カメラを今日もよろしくお願いいたします。これまでもこれからも30周年、クラウドファンディングで僕今日そのリターンでもらったラウンジ付きシートっていうところで見るんですけど、その入り口がこの点なのかな、この上の方なのかな、ちょっと後でちゃんと確認しますけど、いやこのなんて言うんだろう、デジタルサイネージ映るかなこちらもエスパルス仕様になっております。反射して映らないかもしれない。全然会場まで時間あるんですけど、もう結構人がいらっしゃってます。おそらく今日静岡から来た方もいらっしゃるでしょうし、前乗りでね東京に前日入りした方もいらっしゃるでしょうし、いやーちょっと今エスパルス17位というひどい順位ではあるんですけども、みんな期待してるんじゃないでしょうか。しかもね相手は首位のマリノスですよ、ね、大方の見方では厳しいんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですけど、それをこの30周年パワーでなんとかね覆してもらって、いやーでかいな、ちょっと一周するのに時間かかるかもしれない、途中でカットするかもしれないですけど、ちょっと僕国立競技場で試合を見るのが初めてで、新国立になる前旧国立の時も含めて初めてなので、ちょっと本当中に入るまで楽しみなんですけど、最初のこっから入るんだよって言ったところの真逆ぐらいかな。ストアがすでにできております。
もなく12時でストアも開店すると思うんですけども、すでに長蛇の列ができております。マジでみんな熱中症気をつけてほしい。千駄ヶ谷門一周してまいりました。うわちょっともう90分は走り抜けたぐらいのカロリーを消費したんじゃないかっていうような感じですけど、あちょっと今日ペアシートの同行者が15時ぐらいにならないと来ないということで、それまで涼んだり楽しんだりしていきたいと思います。さっきかき氷売ってたな、拭いてちょっと一旦切ります。暑すぎる。リベロチャンネル、ちょっと今ツイッターで呼びかけて、この誰も欲しがらないかもしれないお土産をお声掛けいただいた方に渡しております。そして映っても大丈夫ですか。ありがとうございます。ヨシムさんで名前出しちゃって大丈夫ですか。ありがとうございます。ちなみになんですけど、ちょっと一つインタビューというか、30周年ってことで、なんか今までで30年で一番思い出に残ってる試合とかありますか。ダービーなんですけど、はい、ジェンタエスパルスの時の、はい、5対1お忘れられない、はい、あの勝ちの子です。結構ダービーとか思い出に残るから、他にもね同じ試合が印象に残ってる方もいるかもしれない。ありがとうございます。ちなみに山本さん映って大丈夫ですか。もらっていただいてありがとうございます。ありがとうございます。いやちょっとお土産もいただいてしまいまして、はい、これ開けられるかな。開封の儀を、ありがとうございます。松原美穂さんとコラボして、はい、丸森水産です。貸しの市こちらです。じゃん、おー美穂ちゃん美穂ちゃん美穂ちゃん話しかけてもらえなくなっちゃうかもしれないんで、こんぐらいにしておきます。ありがとうございます。いつかもらっちゃって、ぜひぜひお楽しみください。ありがとうございます。この間はあのチケットありがとうございました。福岡戦、岡戦そうめちゃくちゃ楽しませてもらったんで、いやそのお礼と言ってなんですけど、なんで俺行かなかったんだろうって西県頑張ってくれて本当に。ちなみに山文さん、はい、30年で一番思い出に残ってる試合ありますか。これはもう今そうですね、ずっと思ってたんですけど、はい、3対2で勝ったホームのマリノス戦、ドグが同点弾を決めて、そう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 です。でアディショナルタイムに西田君、もうあれはやばかったっす。なんかその後にギャラクシーの、こんにちは、ホームでしょ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 、よろしくお願いします。私のおばちゃんです。川本チャンネルなんです。お世話になってます。さっき私の息子がですね、はい、あなたの心にペネトレートって、ペネトレートされました心。あ息子さんいらっしゃってますけど、どうしましょうね。顔は出せない、顔出せないで、はい、声だけ、声だけでこんにちはって。こんにちは、こんにちは、ありがとう、さっき写真もらってくれて。いいよ。 あなたの心にペネトレート、嬉しい。うちの子供ファンなんです。ありがとうございます。撮影中すいません、じゃ失礼します。熱中症気をつけてください。ですね、失礼します。お疲れ様です。じゃあちょっとお声かけていただいた方に今渡してるんですけども、はい、もらっていただけますか。ありがとうございます。こちらです。ありがとうございます。今日、まあ、30周年記念マッチじゃないですか。なので今までの30年で一番思い出に残っている試合とかがあったのでお伺いしたいんですけど、まあ、古くてもいいですか。はい、全然。やっぱあれサントリーの上りが、はい、あのフリーキック直接決めて、まあ、優勝の、ああジュビロとやった時の、そう、あいつでやった時のあれ、あれはもう名勝負ですもんね。結果的には残念でしたけど、熱い試合ですね。もう気持ちよかったですよね、でもゴールが決まった時は、はい、ありがとうございます。この先に皆さん、国立にパルちゃんが来ました。パルちゃんを発見しました。それでは登場いただきましょう。どうぞ。どうもパルちゃんです。どうもどうも皆さん、お元気ですか。やってますか。これまでの30年で、はい、ご自身が一番なんだろう記憶に残ってる試合ってありますか。一番記憶に、いやあれですね、昨年の、最終節、あ西澤君がゴール決めた、はい、嬉しい嬉しいって俺が決めたわけじゃないけど、はい、あれが一番印象に残って、実は僕はあの時午後からちょっと用事があって、はいはい、前半戦で席を立ったんです。ああそうだった、はい、であの西田君のゴールを見て、はい、オッケーって言って
ダダダッと降りてタクシーって新幹線に飛び乗って東京にビュッと行って、あ、もう、はい、これで勝ったなと言っただろう。で新幹線の中で一人で権田選手の試合後の挨拶も一番最初に来てって言ってるのも、はい、もう熱気が一人でボロボロ泣いてました。うわ、新幹線で。じゃあもう試合もそうですけど試合後とかそういうのもひっくるめて全部印象に残ってる、ね、なかなかああいうのはないかな。今日30周年この格好でぜひ盛り上げていただいていきますよ、はい、もう今日も全力で偽パルちゃん投手ということで、いいすいません、急にありがとうございます。とんでもございません、ありがとうございます。光栄です。ありがとうございます。もらっていただきました。またこんにちは。お名前は出してもらえますか。はい、あの武田です。武田さん、あれは言っちゃっていいんですかね、オフィシャルの映像を。あ、今日今回の告知の映像を作らせてもらいました。はい、はい、言っていいのか。いいの。めちゃくちゃかっこいい。オリテン国立決戦が一応僕のコピーです。本業がコピーライターです。はい、え、じゃあめちゃくちゃやってるじゃないですか。今日めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいんですよ。そんな武田さんもらっていただいたんで、はい、一つ質問させていただきたいんですけども、はい、30周年ということで、はい、この30年で一番思い出に残ってる試合ってありますか。思い出に残ってる試合かちょっと決められないかもしれないですけど、いっぱいありすぎて。思い出に残ってる試合はパッと思いついたのは、はい、6ターン選手がゴールした神戸戦最終節が、はい、まあいろいろ久米さんのこととかあった、はい、後だったりしたんで、いろ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 な思いといろいろな揉め感と長いロスタイムとありましたね。あの日は忘れられなかったですね。ありがとうございます。すいません急に。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。いやたまんねえなこの暑さ。ちょっと日陰にいた方がいい。グリモルくんじゃないですか。ちょっと YouTube ダメです。YouTube ダメです。私消防警なので YouTube ダメです。はい、というわけでグリモルさんに出ていただきました。おつもりです。今をときめくグリモルくんでございます。ときめいて、ときめいてない。あれもう昨日東京入りしてた。そうです、前日入りして、はい、田迫さんの家に泊まって、そう、なんか某有名ツイッターラーの、はいはいはい、あとノートに8000人の方がいらっしゃって、はい、でその方の家に泊まって、FIFA やったんですよ。はいはいはい、はい、模擬試合やろうぜ、って言ったらエスパルス 5-0 で負けてなんてことしてくれるんすか。いや、しかも俺全敗模擬試合のようにならなければもういいと思ってるんで、逆にそこで海を出し切って、そう、海出し切ったから本番では勝つぞと。そう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 これまでの30年の間に一番思い出に残ってる試合ってありますか。ああ、僕は2010年のはいはい、俺まだ見てない頃だ2010年の、ホームアイスでやった湘南ベルマーレ戦、はい、え、それはなんで。あの 5-0 で勝った試合なんですけど、はいはい、まずゴールが破損したり、そんなことある、はい、ゴール破損してボスナーがそれを直そうとしたり、選手が、小野伸二選手が点決めたり、はいはいはい、まあ、5-0 で勝ったっていうそういう試合もっていうのもあるんですけど、はいはいはい、その後の試合後にその試合で湘南ベルマーレ降格しちゃったんですよ。あ、でその後にベルマーレ の状況を知ってる、まあ、エスパルスフォードもたくさんいたから、はいはい、最後にベルマーレコールやったんですよ。おお、ベルマーレコールやって、で、いや僕は正直分かんなくて、その時の状況が、はい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 、僕小学校3年生だったんで、はいはい、エスパルスの方しか分かんなかったから、うん、どういう状況か分かんなくて他のサポーターの知り合いに説明受けて、あ、なるほどなと思って、こういうスポーツマンシップっていいなって思って、で実際に向こう側からもエスパルスコールしてくれて、お、来年の検討をお互い合うみたいな。なるほど。いうのも含めて試合の内容もその後のことも含めてすごい印象に、小学校だって3年生だったんですけど、ほう、印象に残ってますね。その経験がこの高青年を作ったわけですね。いや、結構猫かぶってるんで僕ね、30周年記念マッチ、まあ、まさかこんな順位で迎えるとはちょっと思ってなかったんですけど、ね、なんで高校級になったおい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 こっからね、こっから上がってくれることを信じて、これをきっかけに。ちょうど10年前に旧国立でダービスコ決勝で国立やった時以来だと思うので、スパルスが。ああ、そっか。その試合も行ったんですけど、しっかり負けたんで、その借りを今回返しに行きました。オリテン対決だし、はい、はい、相手違うけど、うん、八つ当たり、マリノスに八つ当たりしていきましょう。やっていきましょう、やっていきましょう。
じゃあ今日勝たせましょう。勝たせましょう。です。頑張りましょう。お願いします。皆さんお待たせいたしました。クラファンのリターン、ペアシートのラウンジシートの同行者が合流しました。皆さん誰を予想していたでしょうか。グレモル君かな。広瀬アインさんかな。いや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 、そんなもんじゃない。もっと大物が来てくださいました。それではご紹介いたします。この方です。どうも美女じゃなくてすいません私はですね、こちらのリベロ君の大学の同級生の雄大って言います。ファン歴は30年です。すいません、皆さんがっかりしたと思いますが、どうかよろしくお願いします。多分見た方は誰みたいになってると思うんだけど、なるよ、おじさんじゃねえかってね。なんだろう、動画的にはやっぱり、ね、グレモル君とか広瀬さんとか、まあ、出てくれるかどうか別としてねはいはい、はい、オファーしたりとか、なんかそういうのがあってもよかったんじゃないかと思ったんだけど、はいはいはい、まず誰を連れて行こうかって思い浮かべたのがお前だった。いやありがたい、ありがたいですよ本当に、ね、ずっと大学で学んでて、でその時からエスパルス応援してるの知ってたから、ただね、その時俺全然エスパルス見てなくて、その時さ、なんか鹿島のファンだったよね、確かファンでは、いやちょっと語弊がある、やめて、あごめん、ちょっとこんなに発言、ちょっとバッドボタンがつくからやめてください。失礼しました。ただね、もっと積極的に誘ってくれればよかったのに。誘わなかったっけ？なんで誘わなかったんだこの野郎って言ってきます。失礼しました。ずっと応援してるっていうのを知ってたから、今回いい席で見てほしいなと思って見に行くって誘ったら、ね、喜んでって言ってくれたんで、ちょっとまだね来たばっかりで見てないところもあると思うんで、はいあはいはい、行きましょうか。うね、あぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。楽しみましょう。はい。ぜひ勝ちましょう。勝ちましょう。これが森岡さんの3位。これが森岡さんで、市川さんで、パルちゃんで、ああなるほど。で、同い年の黒川高井選手ですね。おお懐かしい。我々と同い年の。我々と同い年の。そうなんですか。そうなんですよ。アテネ世代ですね。確か。だってあの那須大輔さんも、そう、多分ため。もうボロボロで後ろ。やばいよこれ。したらね、こうなっちゃうんですよ。これで電車乗ってきたの？これはこれで電車乗ってきた。やばいよこれ。これはあのやばいので、はい、あの千駄ヶ谷駅で着替えます。ああよかったよかった。まあこれ着てたら本物だなって感じだけど。いや、ただただ洗濯をミスしただけで。ちょっと俺来た時ガラガラだったのに、いつの間にかめちゃくちゃすごい、すごい人が、さすが国立。ちょっと国立の先輩案内してもらっていいですか。いや昔の国立はもうすごいいっぱい来てたんですけど、この新しくなってから初めてなんで、僕も緊張してます。国立自体初めてだから全く勝手がわからない。いやでも旧国立と全然違うんで、全然わかりません本当に。それかな、うちらの列。これ A1 って書いてあるんですね。あ、それっぽいな。 A1 って書いてある。めちゃくちゃ人が。おお。本当にここ？ここ本当に？うちら並ぶのここ？っていうかね、最後尾がわかんないんだ、どこなんだ。ちょっと動画止めて本気で探します。結構歩くんじゃないかな、メインだから。だよね。いや結構歩くはず。だってゴール裏のまだゴールだもん、中心から始まったから。だから結構歩く。そうだよね。あれは何の列なんだ。行き止まりになっちゃったけど大丈夫ですか。大丈夫ですか。これは、あ、わかりました。きっと上の階に行くんでしょう、はい、上の階。ちょっと40のおじさん2人があの席を探すのに混乱しております。迷子ですね。これは迷子に。入り口にスタッフここじゃないですかね。再度チケットをご提示ください。あ、開くんじゃないですか。開き禁断の扉が開いた、開いた、開いた、開きました。まあね、初めて来るスタジアムではこういうことが多々ありますという。なるほどな、ね、ここからご覧の皆様にも学んでいただいて、はい、全然参考にならないかもしれません。こ
ちらがラウンジです。あ、はい、おー、おー、すごいクーラー効いてる、クーラー効いてる。ラウンジがありますよ。あ、ラウンジがある。ラウンジを先に見に行くか、席を先に見に行くか、リベロさん決めてください。先に席を見ましょうか。なんか閉ざされた扉を入ったらいい絨毯のところに。ちょっとこの手触りも味わっとこう。思ったじゃないですか。行ってみましょうか。はい、うわあ、初国立。うわあ、もう見える。うわあ、すごいこれは。すごい、もう雄大が語彙力を失っております。すごいしか言葉が出てまいりません。すごい、いやー、なんか泣きそうですね、もう。すごい、これはすごい。うわー、でかい。ここが今日ホームですよ、我々の。いやすごいですね。いいんですか。3番、4番、これですね。これですね。おお、ふかふかしてますね。ね、ちょっといつものプラスチックの、ね、硬い椅子とはちょっと違う。ふかふかして長く座ってもお尻が痛くならなそうな。はい、いいですね。おー、で、前の席のところにはちゃんとあのドリンクホルダーが。おー、すごい。いいんすか、ここホームでやっちゃってますから。17位のチームが。それはそれはいいですよ。30周年ですから。そうですね、お祝いですから。お祝いですから。お祝いの勝ち点3をもらいに行きましょう。ちょっと今から噂のラウンジに行ってみたいと思います。お弁当もついてるらしくて、すごいですね。チケットのセット、お弁当が出てくる。1000円のやつだったんだけど、だからその5000円分、だから1つ2500円分のお弁当じゃないかなと思っております。なるほどなるほど。行きますよ、行きますよ。せーの、なんか一品一品が分けされてて、お上品な感じですね。スタメンが出ました。ゴールキーパーゴンちゃんで、原テルが右サイドで、ユーゴ、ノリさん、レオン変わらずで、宮本くん、シラ、西澤くん、あれ、A ちゃん、 A ちゃんはどの位置なんだこれ。前目なんですかね、きっと。A ちゃん、神谷くん、サンタナ、こっちゃんがいたとこに
A ちゃん。そうだね、前で、今日は前で出るんですね、ちょっと。西澤くんとどっちが右か左かちょっとわかんないけど。そして、控えが、ユイトがいない。あれみんな一番気になってた。いやそうですね、一番気になってるところです。23番、まあ、それでも今日は買ってもらわないと記念マッチだからね、恥ずかしい試合見せらんないよ本当に。多分あのエスパルスとかマリノスサポーター以外の、ね、他の J リーグのサポーターとかも注目してると思うし、そうです、ね、確かに普段見ない人も見るだろうし、ちょっと頑張ってもらって無様な試合だけはしないようにお願いします。応援しましょう。
2022明治安田生命 J1 リーグ第19節清水エスパルス30周年記念マッチ清水エスパルス VS 横浜 F マリノスご覧のように前半を終えて1対2横浜 F マリノスがリードしています。ハーフタイム、タイム。
リベロチャンネル。お疲れ様でした。お疲れ様でした。パルちゃんたちがまだスパルサポーターの傷ついた心を癒してくれています。いやー、後半追いついたとこまでは本当に行くぞって感じだったんだけど、ちょっと夢見ちゃいました ね。サンタナのゴールのところまでは。なんだろうね。ちょっと前がかりになりすぎたのかな。あと失点に直結するミスが、バックパス、パスミスがもったいなかったですね。すごく。そう、ユーゴがね、前半で変わっちゃったから、確かに。なんか怪我なのかな。悪くなかったんですけどね、前半見てても。変える理由が多分ないと思うから、ちょっともしかしたら怪我しちゃったのかもしれないけど、まあ大事に至らないことを願っております。はい、本当です。ただまあ30周年記念マッチということで、結果はね3対5ということで、はい、まあ、最後の A ちゃんのゴール留飲がちょっと下がりました。本当ですね、本当に。ただなんだろう、一番悪い時に比べたら前進はしてるのかなって思うんですけど、全然最後の1点がまあないのとあるのとでは、いや、今後に大きく違ったんじゃないですかね、やっぱり流れが、ね、良かったと思います。最後まあ首位との力の差なのかな、これが。首位とまあよくやったって言ったらちょっと甘やかしすぎだってまた言われるかもしれないですけど、うん、攻撃面は3点取れたという、すごいですよ本当に。それは、まあ、決めるところを決めて、ただこっちもあと 4,5 点くらい取られてもおかしくなかったような場面が危なかった本当に、ね、ゴンちゃんが防いでくれたりとか、うん、本当にそうです。ディフェンスのブロックとかもあったり、14試合でここから今日高い上の結果まだ終わってないところもあるんですけど、まあ、順位は変わらずということで、ただ神戸さんが今鳥栖に 1-0 で勝ってるという、ね、ちょっと差を詰められてしまうかもしれない。で、一つ上がジュビロ、おい、ちょっと静岡勢、ちょっと静岡勢頑張ってくれよ、本当に頑張ってほしい。まあ、リカルドさんもね、まだ就任して3試合目ぐらいか。そうですね。なので、まあ大変な、ね、進化を続けながら結果も残さないといけないという、大変な役割を負わせてしまってますけども、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。といったところで我々も帰りますか。そうですね、もう結構ね、人もいなくなって、人がいるときめちゃくちゃ暑かったんだけどね、人がいなくなったら風通しが良くなったのか、涼しくなって、また次いつ来れるかな、この国立競技場、はい、そうですね、次はね、タイトルをかけた試合で行きたいですね。あ、来たいですね、はい、本当にそうです。国立で会いましょう。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。リベロさん、ありがとうございました。ありがとうございました。またね、一緒に行きましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。なんで敬語なんだよ。友達じゃないから。さよなら国立。さよなら。また来れるのかな。いいなあ。また来たいなあ。ここで勝ちたいなあ。リベロチャンネル。お疲れ様でした。あの後国立競技場を出た後、千駄ヶ谷の駅で一緒に見ていた雄大くんと別れて、その後。高田の馬場の静岡おでんガッツさんで、まあ本当は祝勝会をやる予定だったんですけども、まあ高野祭と銘打ってエスパルスサポーターの集いが行われていたので、それに行ってきました。でガッツさんで飲んでたらちょっと終電を逃してしまいまして、まあ酔いざましがてら、運動がてら、自宅まで歩いて帰ってる最中でございます。ちょっとね、1時間以上ぐらいかかるんですけども、まあサポーターの方だったらわかると思うんですけどね、どんだけ疲れてても、もし勝ってたら帰りの足取りももうスキップになっちゃうぐらいだと思うんですけど、今日はひたすら重い足取りが、まあね、怒りをあらわにする人、悲しむ人、もしくは僕みたいにお酒でその虚しさをごまかす人、まあみんなそれぞれ消化の仕方があると思うんですけども、まあ選手にしたってそうだと思うんですよ。
自分のプレーに怒りを感じる人もいるだろうし、僕も高校時代中高とバレーボールをやってたんですけども、まあね、全然そんな強豪とかではなかったんですけど、練習試合とかで全然ちょっとプレーがうまくいかなくて不甲斐なくて、ちょっと体育館の外の階段のところで一人で涙を流したりなんてしたこともあったんですけども、ね、多分プロの J リーグの選手なんてもうそれ以上の覚悟でやってるわけですから相当悔しいと思うんですけど、まあね、リカルド監督になって一番初めの試合福岡戦は、まあ、相手がちょっとびっくりした部分もあったのかな、新しい戦術でそういうのもあってうまくいったんですけども、セレッソ戦で引き分けて、そして今回マリノスに大敗と言っていいのかな、まあ、5対3で打ち負けたというか、まあ、守備に関してはもう本当にエスパルスはもちろんマリノスさん側もすごい反省する部分があったような、どちらもねお互いに反省するような試合だったと思うんですけど、まあ、特にエスパルス今17位と低迷しております。そして次の相手、まあ、裏天王山だなんていう方もいらっしゃいますけども、ヴィッセル神戸と対戦と、お互いにどっちもこの相手だけには勝たなきゃいけないなって思ってると思うんですけど、本当マジで連敗しないことが大事だと思うんですよね。急に画面が変わってなんだ多いって思うかもしれないんですけども、歩いてる途中にスマホの充電が切れてしまいまして、でそのまま今家に帰ってきて、ちょっとあまりにヘロヘロで汗もすごかったのでシャワーを浴びて着替えてきたところでございます。何の話してたんだっけな、もうわかんなくなっちゃったよ。そうだ、多分言い忘れてたと思うんですけど、今日の勝利っていうか、エスパルスにとっては敗戦なんですけど、横浜 F ・マリノスさんにとって J1 での通算500勝達成ということでおめでとうございます。もちろんね、エスパルスサポーター的には全然おめでたくない結果ではあるんですけども、まあ、節目の500勝ということでこの場を借りておめでとうございます。まあ、というわけでこの30周年記念マッチが発表されて、クラウドファンディングの募集がされて10万円落ちてしまった時から続いたこのストーリーも今日で完結ということで、笑って終わりたかったな、笑って終わりたかったけど、まあこの結果を受け止めて次の神戸戦までにどうするかって感じですよね。信じるしかない。ただ全然悲観はしてないです。本当に強くなることに近道はなくて、今日の対戦相手だった横浜 F マリノスさんも2018年と2019年ですかね、ポステコグルー監督になって、そこからチャレンジしてミスを一つ一つ決して少なくして精度を上げて、そういうのを繰り返して、ね、なかなか結果が出ない中でも我慢しつつそういうのを積み上げて、そして現在マスカット監督になってさらに進化しようとしている、その積み重ねだと思うので、エスパルスも監督がすごいコロコロ変わってしまってはいるんですけども、その一人一人の監督の残したものが全くないってことはないと思うので、本当にちょっとでもそういうものがあればそれを選手たちが自分のものにして、それを積み重ねて、で現在のリカルド監督がそれを花開かせてくれるのも、本当にもういつもこういうことしか言えないんですけども、サポーターは信じて声援を送る、まあ今声は出せないですけどまだ後押しすることしかできないので、30周年迎えて、これからまた40周年50周年60、70、80、90、100周年と誇り高いクラブだと思えるような試合を見せてくれることを願っております。といったところで、
本日の動画以上になります。最後までご覧いただいて誠にありがとうございました。この動画もしちょっとでもいいなと思ってくださったら、高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いいたします。タサポさんも大歓迎です。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。リベロチャンネル、リベロがお送りいたしました。そう、8月7日 FC 東京戦で声出し応援ができる席が開放されるということで、チケット狙っていきます。